はい、じゃあ始めましょう。はい、新しくなりました三鷹チャンネル、今後ですね、医療機器全般に皆様に大変有益な情報を発信していきたいと思っております。改めまして、株式会社三鷹代表をしております田島英吾と申します。よろしくお願いします。はい、三鷹一のエンターテイナー田島でございます。よろしくお願いします。はい、今回の動画から一緒にやっていきたいと思います。改めましてよろしくお願いします。急言うのが、まあそれがまあ今日思い立ったらなんじゃないか、まあ、楽しいことはね、はい、すぐその場でやるということで、まあ、今日お話しましたん で、はい、で今日実行ということで進めていきたいと思います。今さら聞けないシリーズといいますか、COVID ね、19とかコロナについてちょっと話を進めていこうかなと思ってます。はい、でコロナバイオレスと COVID-19 の違い、はい、もういいですか、まあ、早いな。だから COVID-19 って何ですか。まず世の中コロナで浸透してるじゃないですか、特に日本はニュースにしろ何にしろ、コロナウイルス、今日のニュースでコロナウイルスの感染者数で、まあ、今日は、COVID-19 です。言わない。日本だとコロナなんだけど、まあ、海外言うとコロナバイオレス、COVID-19 っていう方がまあ主流なんだろうな。まあ、それからね、まず紐解いていこうかなと思っております。でまずじゃあ、そう、タクちゃんの質問になりました。ね、ここにちょっとスペル、COVID-19 ってこうあるんだけど、まずこの CO。これはまあコロナですね。皆さんがよく知っているコロナの CO。で次の VI っていうのがバイオレス。でその最後の D っていうのが D はディズイズっていうね、まあ、直訳っていうか疫病っていうことだね。だから要はどっちも正しいってことなんですか。どっちも正しいです。どっち、まあ、言い方は、まあ、同じことを言ってますっていうのもあるんだけど、ちょっとその名前とその、まあ、これから説明するんで。なるほど。そうそうそう、最後にその19って書いてあるね。この19っていうのは2019年に発症したという意味も込めて、19ということです。コロナウイルスと COVID-19、違いはあるんですか。一応ね、あのコロナバイオレスっていうのは、まあ、いわゆるウイルスの名前。ウイルス。コロナウイルスはウイルスの名前。コロナウイルス、コロナバイオレスね。ここコロナバイオレス。コロナバイオレスはウイルスの名称で、はい、COVID-19 っていうのは感染症の名称なんだね。まあ、最近はの報道でコロナウイルス感染症っていうのであの報道をし始めてるんだけど、これが一般的になってるのは、ある意味これはちゃんと正しいと言えます。コロナウイルス感染症ってしっかりこう名前を分けて言ってるので、まあ正しいかなっていう。だからコロナバイオレス、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 コロナバイオレス入っちゃってCOVID-19ってことですか。ちょっと質問すごい難しい。だからキャバオだ。だからCOVID-19がここにいて、あれCOVID-19だってなって、だけど、あ、違う、コロナバイオレスがこいつなんですよね。もう待機中にいるのが。コロナバイオレスが、そう。立ってみて、顕微鏡で見たら、あ、コロナバイオレス。コロナバイオレス。で、それが人体の中に入って、ってなった俺が、そこに、感染症の病名として、COVID-19 っていう名前を付けたってこと。あ、なるほど。2019って必要ですかっていう。そう。2019って必要だ。でね、結果的に必要なんです。なぜかというと、COVID-19 ウイルスは7種類あるんだって。怖えな。7種類あるコロナウイルスの一つに過ぎないんだって。もともとあったんですかね。そう、だからじゃあ9があるのかっていうのは単純になるんだけど、9っていうのはあの古いプロトタイプってことですか。プロトタイプのだから前にもあった新今のがコロナ前にもあったってことですね。新型コロナウイルスに新っていうのは必要なんですかっていうことなんだけど、
他のコロナウイルス、さっき言った7種類あるから、はい、他のコロナウイルスとあの区分けをするために新型っていうのはちゃんとこれは必要なんですということですね。俺ら全然知らないですけどね、今のそのコロナっていうのが流行ったからコロナって分かりますけど、他に7種類も全部コロナなんですか？うん、この後ちょっと説明するんだけど、はい、7種類あるうちの、まあ、大体4つぐらいが風邪で、そのうちの3種類の中の1つっていうのが重症、あ、3種類あってそれが重症化しやすいうちの1つが COVID-19 っていうね。いろいろと やつら仲間がいるんですね。仲間ね組合組合がコロナ組合があるわけですね。コロナ人間がね作った、分けた種類だと思うんで。あ、じゃあ新型っていうのは分ける必要はあるってことですね。あ、あります。もちろんあります。新型、ね、コロナウイルスっていうのはちゃんとちゃんと区分けするためにはちゃんとあるんですね、うん、で7種類あってと。そういうことです。4つは風邪なんですか？でもじゃあその流れで言うと、コロナウイルスは全部で7種類あります。まあ再度改めての、ね、7種類どうした違う、7種類もあるのかな。エキサイティングだね。もう今日オファーしたわけじゃない。そう、はい、そのうちだから7種類のうち4種類は風邪って言われる、いわゆる風邪って言われると、あと COVID-19 を含む3種類がめっちゃこう重症化しやすいだそうです。で2003年ね、2003年に中国で大流行しちゃった SARS ウイルス、これ本当ね、もう聞いたことあるんです、うん、SARS は香港だとか中国だとかまた台湾とかね、非常に甚大な被害を及ぼした、これもいわゆるコロナウイルスなんです、ね、あれもコロナなんですか？そうコロナウイルス、SARS ウイルス、あともう一個、あの2012年に中東でまたこれまた大流行した MERS っていうのがあって、あこれもまた同じくコロナの一派らしい。やつらグルだったんですか？そんなグルだよね、まあ、いわゆるそのガッツガッツなんだ、うん、そういうことだね。あ、そうなんですか。まあ、ちなみにその SARS っていった2002年、2003年に大流行した SARS っていうのはコウモリ、そっちのね、コウモリの方から来たっていう、コウモリから来たっていう、が持ってきたってことですか？コウモリを、何らかで触れたとか、あとはね、ああいう食文化の絡みで食べたのかわからないけど、そこからウイルスが来たんじゃないかと言われている、うん、あとだからもう一個は MERS だね。 MERS っていうのはこれはラクダ、ラクダの、まあ、ウッドはもうなんかめっちゃよだれたなんかラクダのめっちゃよだれが、まあだうん、ラクダって食べる？食うんじゃないですか？あ、わかんない、食文化は。ラクダ食文化、まあ多分こうってね、なぜなんでしたそこから来てるかなと思いますけども、まあ、そこからの感染経路がラクダだったと、感染経路の、まあ、いわゆるラクダから来たということで、感染が広まってしまった、甚大な、が出てしまったということで、その中のもう一回言うと7種類全部であって、そのうちの4種類は大体風邪なんだけど、そのうちの重症化するのが今回の COVID-19、まあ、要はコロナと SARS と MERS っていうのがあるよっていうことだね。コロナって一括りコロナですけど、 SARS とか MERS とかって名前いろいろあるじゃないですか、うん、なんでコロナにしたんですかね、うん、コロナっていうのはそもそもコロナの由来っていうのがスペイン語にあるらしい。スペイン語？スペイン語なんだね。あのコロナウイルスの写真、まあニュースとかで見たことあると思うけど、ちょっと王冠みたいな感じ、まあ、トゲというかな。ああ、そのコロナバイルスのコロナバイルスの拡大で見たときに王冠になってるよのようなとこからスペイン語で、コロナっていうのが王冠っていう意味なのかな。お、うん、スペイン語の王冠という意味が、コロナ。あ、そんな感じなんですね。うん、結構だから形がじゃあもしも王冠じゃなかったとしたらそうじゃない名前になってたんですよね。言っちゃえば。見た目でね。うん、見た目で。スペイン語だとパッと浮かぶもんないけど。語彙力がね。全然わかんないけど。言っちゃうと、うん、もっとよくわかんない。そう、スペイン語だとわかんなくなるけど。あ、そんな感じで決まるんですね。そうだね。という由来があるらしいです。ということですね。まあ、ちょっと名前のことから言うと、COVID-19 はどうやって命名されたかっていうことね、
はそういうこと、誰がどこで決めたんですかっていう話なんだけど、ちょっとこういう資料読まさせてもらうと、 COVID-19 ですね。 COVID-19 は中国で流行した SARS コロナウイルスと、ゲノム塩基配列、これは、DNA ってやつだね、塩基配列 DNA と、形が類似していたことから SARS コロナウイルス2型っていうので一旦ちょっと決めたみたいね。ちなみにちょっと SARS コロナウイルス -2 ってちょっとここ書いておきますけども、国際ウイルス分類委員会っていうのがあるんだって。国際ウイルス分類委員会において命名されたっていうことだね、うん、そしてその後に WHO WHO と書いて WHO と読む。 WHO は当時数多くの死者を出した SARS だね、うん、SARS であると間違った印象を与えないために COVID-19 と名前を付けたんだよ。だから2型とかって言っちゃうとまた SARS の再来だって言って、もう経済やら人々やらっつってもうね慌てちゃうんで、これはちょっと SARS とはまた違うよ、また分類としては同じなんだろうけど、さっきの説明の通りだけど、そういう意味も込めて、COVID-19 と、感染症名をつけたということになってます。ちなみにということで、SARS って致死率何パーセントぐらいだと思う？まあ致死率、死に至る率っていうのが、全然想像つかないですけど、5% ぐらいですかね。これね、10% だって。MERS は何パーセントだと思う？30ぐらいですか？うん、近いね。35%。MERS が35%。で、COVID-19 は、年齢や地域によって異なるが、高齢の方、ね、やっぱり高齢だと 20% を超えちゃうらしい。で、あと地域によっては 25% を超えるということなので、まあ、致死率から言うと、MERS と SARS の、まあ、間ぐらいなのかな、まあ、いずれにしてもね、低くはないかなという印象は個人的には思います。地域によってはって、うん、何なんですかね、やっぱり地域によってはその人口密度もあるし、医療体制だとか、ね、ベッドの数が足りないとか、その他もろもろの地域性だとか、あとは、高齢者がいっぱいいる、高齢者がいっぱいある、貧しい若者が集まる、ね、渋谷、まあ、渋谷は若者が多くて比較的あれなのかと思えば、でもやっぱ人口密度が高い、いろいろなシチュエーションがあるから、やっぱり地域的によってっていう表現をしているのかなと。じゃあここ熊谷メルマ平均ですかね、何パーセントぐらいですかね。まあ詳しくは分からないけど、まあ、知り合いとかにもいないす、います、まあ知り合いでは出ないね、まあ、うん、ね、今もいない、いないですよ、僕もいないから、ね、実感じゃないけど、実感っていうのもあれですけど、うん、結構薄れちゃうところはあるっすけどね、実際問題田舎にいるほどね、そんなに危機的なものは感じないけど、うん、まあでもやっぱりうちは製造業やってるから、はい、それをしっかりやっていきましょう。はい、そうでございますね。はい。まず、MARS。MARS っていう方なんですけど、まあ、それの略がですね、ミドルイーストレスピラトリー。難しいですね。レスピラトリーシンドロームの頭文字 MERS を取って、中東呼吸症候群。っていう、まあ、難しいんですけど、そういう名前が付けられたそうです。で、中東の地名が入ってるんで、今回は入ってませんよね。中東だとかアジアだとか中国だとかね、そういうのがあるんですけど、地域名を入れることによって差別や経済的不利益が生じないようにというので COVID-19 というのが命名されたということになっております。まあ、神経使うよね、実際に。使うね、名前によって前回なんか相当中東に被害があったんだろうと、それの反省を踏まえて、WHO は、命名したのかなとお察ししますけど、致死率が曖昧な分、こっちもね、さっき言いましたけど、危機感じゃないけど、高齢者は死ぬよとか若い人は大丈夫だよっていう情報がふわーって回ってる中で、やっぱ正しい情報は何なのかっていうメディアだけちらっと見ても分かんないですし、ちょっと個人的な感想なんだけど、正しい情報ってもう本当に最後収束してデータ的に全部揃わないと、多分正しい、いわゆる
正しい情報っていうのは難しいのかな、今現状現状切り抜いてる情報なので、うんうん、なかなか難しいかなと個人的には思ってるんですけど、あとねちょっと豆知識、はいうん、コロナウイルスと COVID-19 と同じようにウイルス名と、病名が違うものって他に何かあるか分かる？ウイルス名と病名、今回の例で言うとウイルスはコロナバイオレス、コロナウイルスっていうのと、でも病名は COVID-19、 違う、ね、あしたらあれだ、払いたくなるやつ、そう、胃腸炎、胃腸炎の007みたいなやつです。パスっすね。A、D、451 みたいな、なんか SL みたいな名前で、SL みたいな、あのなんかあるじゃないですか、と胃腸炎、おそう、517、おー、助かる、何すかね、D451 みたいな、よくわかんない。でもなんかそれとウイルス性の胃腸炎っていうのかな。そう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 、まあでもそういうこと、あのノロウイルスとかロタウイルスっていうのは、感染症胃腸炎、もう一回言うとウイルスの名前がノロウイルス、ロタウイルスっていうのは病名で言うと感染症胃腸炎っていう名前と、あウイルス名と、病名が違うよね。他にもね、あの皆さんご存知のというか、ウイルスの名前で言うと HIV だね、 HIVで感染、病名で言うと AIDS、 AIDS っていうのがまたウイルス名と感染症名が、病名が違うよねっていうのは、まあ、他にももっと調べればいっぱいずらずら出てくると思うんですけど、まあ、そんな感じがありますということですね。あどうですか、どうですかっていうかね、ちょっとこう紐解いていくだけでも随分知らないことが、いや知らないことばっかりでしたかなと思ってね、俺もこう調べてるうちに知らないことって本当に多いなと思ってね、うん、だからやってることとか今これできること、自分でできることっていうのはこういうのを知ってるだけでまた全然変わってきますよね。そう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 、言ったそう、あのこれね、あくまでも、うん、あくまでも、コロナウイルスを知るきっかけになってもらいたいということがあって、うん、今後ねいろんなとこからいろいろな知見っていうかね、結果っていうのは出てくると思うんだけど、これ今興味を持って目の前の危機に対して知らないから怖いじゃなくて、まず知るきっかけとなって、そこからどん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 紐解いてみると、まあ決してたやすい敵ではないかもしれないけど、知ることによっていくらかその辺がね緩和されるんじゃないかなと思って進めていこうよ。はい、次回はですね、ウイルスとそれこそみんな知ってる細菌、でも最近車買おうと思って、そうじゃないんだよ、ありがとうございます。次回はですね、ウイルスと細菌の違いって何、ポンポンクエスチョンポンっていうのをね、あのやっていきたいと思ってます。ぜひ交互見たいというふうにお願いします、はい、あと最後にチャンネル登録よろしくお願いします。それといいねボタンねお願いします。それではバイバイ。